しかし千里、本当にいいのか？ん？何が？さっきの約束のことだ。もう少し考えてからでも遅くはなかったと思うんだがな。それに明日でなくても週明けに学校でやれば済んだ話じゃないのか？ダメだよそれじゃあ。面談の日程が発表されるのは月曜日だけど、その日いきなり開始って子もいるんだしさ。特に夏美は地方からの転入組で、成績以外でも目立つからね。あの担任の性格だと一番気合の入った初日に持ってきそうな気がするんだ。あの担任とは随分な言いようだな。確か尾形という名の先生だったと思うが、ひょっとして気に入らんのか？それもないこともないけど。尾形先生って去年から進路指導の担当になったんだけど、なんか全校の合格率上げることばっかり考えてる先生でさ、生徒にはあまり冒険させないっていうか、堅実なところしか受けさせないんだよ。一人一人の進路志望なんてほとんど無視だから、先輩の話だとこれから頑張ろうって思ってる子にまで、あなたのレベルだと大学はこことここってバッサリやっちゃってさ、あれって夏美みたいに真面目にやってる子には結構きついと思うんだよ。まあそれはそうかもしれんが、明日は千里が楽しみにしていたコンサートがあったんだろう。何ヶ月も前からチケットを手に入れて、昨日の晩も話していたじゃないか。そうだっけ。まあ来日するのも今回限りじゃないみたいだし、次の機会を待てばいいって。それにユミ、ものすごく行きたがっていたのに抽選外れて落ち込んでたから、彼女に恩を売って一石二鳥ってとこかな。そういえば夏美さんでいいのかな。最初見た時は私も少し驚いたよ。あまりにも似ていて。そう？新助から話を聞いた時はそれほどとは思わなかった。年は違うが。お前にしては珍しく、知り合って間もない子に随分親身になってあげていると不思議に思っていたんだが、そういうことだったんだな。違うよ父さん、あの子はいい子だから、それだけ。本当にそれだけ。お前の気持ちはよくわかる。
分かっているつもりだ。だがな、千里。父さん。すまんな。つまらないことを言った。いいよ。そうだよ。あの子は夏美。私の大事な大事な。